最初のその導入、はい、導入の時のコミュニケーションの取り方とかで意識されていることってあるんですか？やっぱりあのやっぱり信頼関係だと思うんですよ、はい、信頼関係できてなかったらもう何言っても、まあ、信用してくれないけど聞いてくれないと思うので、はい、まずそこからですよね、はい、で最初の1回目のやっぱりパーソナルの時とかってあんまりうまい具合には聞かないですよ、はい、信頼作りから入ります。コミュニケーションとしか言うのそうですね、あと要望を聞きながら、ね、どういう要望でトレーニングをしたいのか、ダイエットをしたいのか、そのね、まさしくこういうトレーニングにコンテストに出たいのかで、はい、やっぱちょっと変わってくると思うんですよ。そこら辺はやっぱりいろいろ考えながら相談してメニューを送るんですよ。どういったその例えばコンセプトとかその方向性で、うん、その人もちろんニーズもあると思うんですけど、はいはいはい、ニーズと実際にかけ離れたこととか言ってこられた方もいなくはないと思うんですけど、はいはいはい、どういうふうにこう軌道修正というか方向しながら、やっぱりちょっと促すような方向はありますよ ね。どうしてもここがつけたいんだっておっしゃる方もいるんですけど、やっぱりこう普通にお仕事されてる方、特にデスクワーカーの方っていうのがすごい多いんですよ。で、まあ、例えば柔軟性がもう絶対ないとか、はい、そういう方ばっかりなんですよ、正直言うと、はい、なんでそこの改善がだいぶメインになってきます。じゃないと何やっても入らないっていうか動作ができないんですよ。例えば胸とかも張れないんでラットボールができないんですよ。張れないんで、こういう動作になっちゃうんですよ。シーテッドローとかも全然引けないんですよ、はい、なんでそこの動作アプローチからできる。ストレッチとか、そうですよね。ストレッチ種目よりね、ダンベルフライとか、ね、ベンチプレス上げたいんですって言われてもダンベルフライやりましょうとかっていう感じでちょっとね、やっぱ説明をしながらやってます、ね、例えば何回とか何ヶ月でどういうふうに目標って言った時に、はいはいはい、実際にその途中の経過とかで順調じゃなかった時とか の相手 その、はいはい、クライアントさんのモチベーションとかっていうのは、はいはいはい、実際上下すると思うんですけど、はいはいはい、そういう時とかっていうのはどういうふうな形でやるっていうか、まあ毎回まあ週に1回はありますんで、そこでもう聞きながらですよね。何ヶ月経った時にっていうんじゃなくて毎回スパチェックしてるんで、まあ僕の方からも聞くんでどうですかとかで、まあ今こういう状態なんですって言われたらそれに対してアドバイスとかをしてるんで、そのモチベーションの維持っていうのはすごい大事ですよ。毎回だからモチベーションを出してもらうような形で一応やってます、はい、続けてもらうっていうのを。そうですね、そうですね、もう週に1回やっぱ運動習慣がない方が多いんで、はい、そこをどれだけ継続してもらえるか。そうです。林さんが今フラワーでやられていて、はい、どういったお客さんが一番そういうどういうのをこう目標にして、はい、例えばどういう感じのお客様が多いの？一般の方って先ほど言われたんですけど、はいはいはい、一般の方のその結構前のパーソナルジムで働いた時は減量の方が9割ぐらいだったんですけど、ここでやり始めてからやっぱバルカンボしたいっていう方がかなり増えてきて、今6割、7割ぐらいがバルクアップですかね。で、3割ぐらいが減量っていうところですか。まあ時期にもよるんですけど、そのバルクした人は減量に入ったりするんですけど、まあ今冬なので、まあ、バルクの方が割合的にはちょっと多いかなっていう感じですね。男性と女性とどれぐらいの比率なんですか？やっぱ男性の方が今多いですね、はい、圧倒的に。僕らのチャンネルって 99% の男性なんですそうなんですよ。アナリティクスね。アナリティクスね。僕のチャンネルも 95% 男性ですよね。女性をどうやって考えてるか。ちなみに特にフィジーク選手とかだと、はい、単発のお客さんとか、はいはい、ライフタイムバリュー短い人結構多いじゃないですか。そこからなんですかリピート率上げるじゃないけど、はいはい、そういうところに持っていくところの工夫とかってあるんですか？それとももう単発は単発で、まあ、僕らの本当クライアントのターゲットっていうのはそういう選手とかではなく、本当に一般のちょっとハイクラスではないんですけど、そういう方をメインにしてちょっとやらせてもらってますね。まあ、トレーナーとしてベストの形ってある程度3ヶ月は3ヶ月で、うん、自分でトレーニングができて食事管理をできるような状況にさせてあげるっていうところが、うんうん、ベストだと思うんですよね。1年2年ずっとついてお金をいただくっていうよりは、はい、そこのなんかジレンマみたいなところってあると思うんですけど僕はそこは一切考えてない、気にしてなくて、やっぱり本当トレーナーとしてやっていくんであれば本当一人でできるようになっていただくっていうのが本当一番なので、特に昔のそのパーソナルジムの時とかっていうのは完全にそのいわゆる個室ジムですよね。
そこでしかトレーニングしてない方が多かったんですけど、エニタイムだとやっぱ鍵持ってればどこでもできる方たちなので、そうですよ、ね、結構早期に覚えちゃったりとか、もうある程度やってる方が多いので、それでいいのかなと思ってます、ね、ありがとうございます。村田さん の, あの今後のフィットネス展望っていうのはどういうふうになっていくと思いますか？僕はもうとにかく、まあ、今ね、いろんな方と何なり一緒にやらせてもらってるんですけど、僕の今の知名度なり体の出来っていうのはやっぱ今一つなんですよ。周りに比べるとやっぱり影が薄いんで、まあ、とにかくね、体になりたいんだって思われるような体を作って結果出して、でもちろんトレーナーとしてはもうちょっと勉強して、でまたちょっと視野も広げてね、まあ遊びじゃないですけど、あのね、面白い YouTube とかを、ね、作っていけたらいいのかなと思ってます。皆さんのチャンネル今タバコワークアウトっていうのやってますね。はい、あとジェントフィットネスっていうのもちょっと出させてもらったり、まあいろんなチャンネルにちょろちょろ出てるっていう珍しいパターンなんですけど、この動画の概要欄にも貼っていただくのでよろしくお願いします。どれだけの人が見てくれるかちょっとわかんないですけど1万は超えてくれます。いや今日本当にお時間取っていただいてありがとうございました。すごい勉強になりました。富野さんも頑張ってください。僕も応援してますんで。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、応援してますんで、頑張ってください。選手としてもトレーナーとしても。そうなんですか。いや本当にあのトレーニング全然したことないですよみたいな方教えてくれる。普段こういう感じでください。ネガティブとストレッチ必ず忘れずに、はい、全部セットです。
お時間大丈夫ですか？次のご予定です。大丈夫です。丁寧にありがとうございます。そうっす。